五妻天皇は、日本の第百十一代天皇、忌名は義人。幼名は、周宮。別名は、花町宮、花町連。はじめ、高松宮初代後人神皇の王女を埋め取って、高松宮第二代を継承して、花町宮と合した。即位の前年には兄である、五孔明天皇の名代として、江戸に下っている。五孔明を天皇が崩御した時、 道御門の養子になっていた、実定式人親王はまだ生後感もなく、他の兄弟はすべて出家のみであったために、式人親王が成長し即位するまでのつなぎとして、1654年11月28日に即位した。1663年1月26日、10歳に成長した式人親王に上位。治世中には、伊勢神宮、大阪城、 代理などの炎上や命令の大化、地方の地震、水害などが多発したため、当時の人々は天皇の不徳を責め、これをきっかけに上位に至ったと伝えられている。また、中三角先順の、先順狂記、漢文2年9月23日上、三部忠都市、忠都市少年期同日上にも、徳川家綱の使者である、良若狭守が、 女院に上位を申し入れたとする伝聞記事を記している。これらの記事を前提として天皇に上位を促させた勢力として、ご水の法王説、江戸幕府説が挙げられ、さらに有力とざま大名のいとこという天皇の血筋が問題視されたとする説がある。近年これに対して、上位はあくまでも、五歳天皇の自発的意志であったとする説も出されている。状況2年2月22日。 防御、三四49、もっぱら学問に打ち込み、水飛集や、源氏聞き書き、百人一種聞き書きなどの著作を多数残している。和歌の才能もあり、古典への理解も深かった。また、茶道、華道、高道,道にも精通していた。なお、御歳院の後は、純な天皇に境遇が似ていることから、彼の別称である歳院帝に、 あとをつけたものであると言われている。小水の天皇の第八王子。母は天神の宝春門院、藤原孝子。重帝に仙台藩主、伊達綱宗がいる。天皇は兄と老いの間にあって在位し、その子孫を高等に残すことができなかった。そのため、同じような立場だった平安時代初期の第五十三代純奈天皇の遺書、再院帝に習い。 御祭院と追合された。平安中期の第62代、村上天皇をもって皇后に天皇号を追合することが途絶え、次の霊勢天皇からは、原則的に霊勢院のごとく、院号を追合するのが、江戸時代後期の第119代、広角天皇に至るまでの観光であり、御祭院もそれに則ったものである。本来は、御祭院院とせねば、 五歳院帝を意味する追号にならないが、院の字の重複は避けられた。幕府政治を廃絶し天皇を君主とする国家体制を築いた明治時代には、院号で呼ばれていた歴代帝王にも権威を高めるため天皇号を送ることとなった。五歳院は、五三院天皇と呼ばれたが、大正十四年には天皇、院天皇と一定していなかった追号から一律に、 陰の字を拝することとなり、五歳天皇となった。しかし、五歳院の元となった歳院から陰字を除けば単に西となって意味を失うため、その後も他の陰号と同一視して陰を除くのでなく、五歳院天皇と称するべきとする歴史学者もいる。なお、落中落外図の中でも確認できるように、歳院は中世においては歳と読まれ、 現在のサ院駅にもこの読み方が残っている。このため、ゴー院天皇と表記する場合でも、ゴサ天皇と読むことができる。月林領領は、宮内町により、京都府京都市東山区今、熊野泉山町の千入寺内にある、月林領に事情されている。宮内町上の形式は、石像九十頭。また皇居では、高麗殿において、他の歴代天皇、皇族と共に、 天皇の礼が祀られている。御祭天皇は後期宮が天使ご作法ができるようになるまでの中継であるという認識は、ご水の法王、江戸幕府間の共通認識であった。野村玄は、忠だ都市宿根木について、その二日前に、武家天送、加重寺常広から、平の派遣は、天皇が将軍家綱に内々に、上位の剣を申し入れたことに対する返答の使者である。 ことを明言されたことを記載しており、最初に申し入れたのは天皇であると指摘する。辻達也、日本の近世、第二巻、天皇と、将軍、後部融和などがこの説を取る。三上三次、尊皇論発達士などがこの説を取る。滝沢武雄、伊達総道信仰、史官第七十五冊初集、久保隆子。 金星の朝廷運営超爆関係の展開マイナスなどがこの説をとる。野村は、五歳天皇の上位と災害の関係について、万治四年1月15日の大理災祭以後、仮皇居暮らしにより、儀式の多くが縮小、中止されて、天使ご作本ができない状況に追い込まれた五歳天皇が、漢文三年の新大理官生を直前に自ら上位することで、 天皇幼少による天使御作法の合法的な中断状態を生み出して、新天皇が成人するまでの間に新天皇が天使御作法が実現できる環境づくりを図ろうとしたと説く。これ以前にも歌天皇、妖精天皇は陰号を送られている。その間にも安徳天皇、五代醐天皇などは天皇号を送られているが、いずれも戦乱に敗れて不幸な末路をたどっているため、 通常ならべき洗礼ではなかった。ありがとうございます。